さあ今日の試合を振り返ります。第1マッチのダブルスは上田仁森薗の岡山リベツペアと水谷隼大島優也木下マイスター東京ペアで始まりました。そうですね、あの上田選手森薗選手2人がチャンスを作って2人が決定打を打つという非常にあの素晴らしいダブルスのペアリングでした。前日の TT 埼玉戦でも勝っているペアがまた首位の木下マイスター東京の水谷大島ペアを第1ゲーム11対8第2ゲーム11対7と2試合連続のストレート勝ちしましたね。そうですね、あの本当にあの勢いに昨日の試合は勢いに乗って勝って今日の試合は相手の勢いを封じたそんな感じでしたね。そして世界ランキング5位の張本智和選手が第2マッチに登場。岡山リベッツは21歳の韓国のエースイム・ジョンフンでした。張本選手は今年のワールドツアーのグランドファイナル男子シングルス最年少優勝をしまして年間チャンピオンになっての、まあ、力強い。そうですね、あのイム・ジョンフン選手もあの非常に爆発力があるんですけどあのサーブで攻略してあのパーフェクトな試合内容だったと思います。ゲームカウント3対0でイム・ジョンフン選手を破って張本選手が勝ってこれで第1マッチ第2マッチが終わった。前半はマッチカウント1対1イーブンで1オールで後半に入ってきました。そして第3マッチはキャプテン対決でした。上田選手が最初出足良かったんですけど、はい、あの水谷選手が、サーブ、ブロックを厳しく上田選手のフォアに回す足を止め、非常に戦術に長けた試合内容で上田選手も勢いあったんですけど、はい、封じましたよね。木下マイスター東京の水谷隼選手が第1ゲームを11対9第2ゲーム12対10第3ゲーム11対53ゲームをストレートで取って岡山リベッツのキャプテン上田仁を破りました。そうですね、あの貫禄ですよね、はい。そしてここの第3マッチ終わった時点でマッチカウント2対1と岡山リベッツはもう後がないというところまで追い込まれて第4マッチは吉村和弘選手そして木下マイスター東京は松平健太選手が登場。第1ゲームが先ほどインタビューでもありました1対0までいったんですね。そうですね、はい、でもそこから崩れなかった和弘、はい、あの本当に力をここ1年つけてきたと思います。松平健太選手が第1ゲームは、10対0から最後を取って11対6と第1ゲームは取るんですがその後第2ゲームは11対6第3ゲームは11対5第4ゲームは11対8と吉村和弘選手が3ゲーム連取してゲームカウント3対1逆転でこの第4マッチを取ってマッチカウント2対22オールとして延長戦。そうですね、1人マッチに入りました。その試合の勢いのままこのビクトリーマッチに入れたのが良かったですよね。相手は張本、はい、1本目からあの和弘の強烈なチキータ両ハンドドライブそれが見ることができましたね。前の琉球アウェー戦でも敗れている張本選手今日は岡山戦絶対勝ちたいとね、はい、意気込んでの戦いでしたが。そうですね、前陣のプレーを和弘の両ハンドがぶち抜いたと、まあ、そういった内容で、はい、最後はすごかったです。11対5で吉村選手が張本選手を破ってマッチカウント3対22018年最後の首位木下マイスター東京を迎えてのホームゲーム岡山リベッツが勝利を挙げましてこれで勝った岡山リベッツは勝ち点21として